このところスリーが当たっています。村上、ションギモムが村上にパスします。村上のスリー決まりました。エチェニケです。エチェニケがプッシュしていく、バンクショット決まりました。前の試合はスリーポイント10分の1と苦しみました。リングした長谷川、このショットは落ちました。ウェルシュが取っています。マニュア情勢からバックドアリバースレイアップ、鈴木大です。今右手を上げました。田原貴則切り込んでいく、決まりました。鈴木大ジェンプル、田原です。ここはワイドオープンか、決まりました。2本目です。コーナースリー、リングに当たってベルのリバウンド、山田優也ガッツポーズです。ベルが切り込んでいく、コースト2コースト、ジェームズベルです。ジェームズベルステップバックしてスリーポイント決まりました。3本目、村上信也が今アピールをしていますが、村上俊斗が行ってくる。オフェンスリバウンドトーマスベレシュ、エンドワン。ジェームズベルビハインドザバック、ステップバックしてネイルから打ってくる。これで22得点です。ハレルソン第3クォーター1分切った。エチェニケ強引に行く、ファールありました。エンドワンです。ウェルシュは2つ目です。橋本、土屋大輝です。ヘルプサイドハレルソン、コーナー3決まりました。左ジェームズベルレックスルーケネトガイト、ファールありました。エンドワンです。今日はスリーにインサイドにパスに変えた山田優也、リングしたレイアップ決めました。ハレルソン、村上信也、エチェニケ、エチェニケが行きます。リングした、確実にスコアしていきます。長谷川智信、長谷川のスリー決まりました。逆転でのプレーオフ進出へ大きな1勝です。ということで第25節ゲーム1は山形が取りました。